ここ気をつけてね。ここにもあるよ。そう、もう十分。一人で来たの？そうよ。雨降ってる？お肉入ってないけど食べて。いやー、こんなとこ？車来ちゃったよ。もんちゃん引っ張んないんだよ。RV パークすぐそこって書いてあるわ。すぐそこ。ここか。運転お疲れ様でした。ここだね。受付行ってきます。ちょっと待っててくれる？待ってねよ。こんにちは。こんにちは。でもあの中にあの、はい、お使いください。ここ24時間フリーなんですか？はい、そうなんです。へー、今受付してきたんですけど、焚き火してもいいみたいです。外で調理もできるみたいなので。いいね、ここ。これも使っていいそうですよ。今日はね、焚き火を準備してこなかったので、まさかできると思わなくて。今日は焚き火できないけど、蚊がいるよ。これさ、このいい？このここにで置いとくから蹴飛ばさないでね。ここ置いとくよ。わかった？ここ気をつけてね。はいどうぞ。あ、間違えちゃった。はいどうぞ。はいどうぞ。あらーまあ、ここだけちょこっとやって。これでもね、結構なってたんですよ。へえ、キュウリ地植えで。あの、ちょっと曲がったりはしてるけども、うん、食べてはすごく柔らかくて美味しいです。いやー、まあ、すごい。ここにも、ここにもあるよ。私も膝が痛くなっちゃったから。私も膝痛くて。なんだもん。ねえ、年取るとさ、ここにありますよ、ほら。あ、それじゃちっちゃい。これちっちゃい？これじゃちょっとちっちゃい。そうね。明日ちょうどいいから、ね。ちょっと踏まないようにして。ちょっと待ってね。一本。あ、そんなに一人だから食べれない。一人なんですか？そう、もう十分。一人で来たの？そうよ。うわー、すごい。すごい。もう十分よ、十分。ありがとう、ありがとう。一人なんですか？今日いただくわ。うん、すごいわね。あら、そう。けど、名古屋から名古屋から、すごい物好きだね。キュウリもらっちゃった。あら、一人で、ほんじゃ今から今から、今から、そうそう、楽しませていただきます。
ただいた取れたてのキュウリサラダにしようと思います。RV パークのお父さんからいただきました。嬉しい。当てていただきましょう。みんなコンソメ入れるの忘れちゃった。これ今2つ入れました。もういい感じですね。あー、煮えた。完成。火を止めて。パスタ茹でます。乾杯。うまい。おいしいわ。先ほどアルビーパークのお母さんからいただいたキュウリ、ちょっと手もみしたやつ、そのままでもおいしいと思うんですけど、うん、おしんこ見た。うん、これいらないな。パスタできたようです。おいしそう。鶏肉、明日の分。それではいただきます。美味しいかな。あら、美味しいじゃない。あ、辛いな。アラビアータ効いてる。あ、いけるね。美味しい。これちょっと、おしっこ、もしよかったら。本当にこれ私作ったのちょっとしかないからな。これ熱いな。どうやって、これどうやって、私がいいですよ。私今キムチをつけたのをいただいたので、これお裾分けしようと思います。ダメごと持っていっちゃいました。キムチ今作ったんだって言ってました。うん、美味しいな。さあ、11時なのでもう休みます。よいしょ。誰だ、すず。あ、すずか。今エアコンは送風をかけてます。暑いわけではないんですけど、着るとちょっと暑いんですよね。それではおやすみなさい。はい、降ってる？降ってない？どう？すず。やんだね。さあ、起きようか。おはようございます。夕べ降ってたんですけど、やんだようです。ねえね、すず。おお、降りた。訪問が降りた。すずも降りた。お母さんも降りるよ。よいしょ。窓を開けて、開けて。ここね、ドッグランの中じゃないのよ。あ、うん、
揚げ方すごー。カッター開けるぞ。今日リボンつけてあげるよ。ああ、すず。ああ、いい子だ。髪の毛やらないとね。かわいい鈴。はい、できた。はい、いいよ。はい、まみちゃんだよ。はいはい、おいで。はい、どうぞ。もんちゃんものすごくなってね。昨日どうやって寝たの？はい、すず、もも。おそりして。はい、よーし。あれ？もんじゃん。お肉入ってないよ。お肉入ってないけど食べて。これしかないでしょ。食べてみる？どうです？落ちましたよ。ほらほらほら、いつものマキシマ。そしてめいっぱい。挟まるかな、これ。そもそも入れすぎだっていう説ありますよね。わかったんですけど、挟み出して。何でも言うてる。お母さん今調理中。おはようございます。あったでしょ。おしゃべりしてたら、あー、ギリギリかな。これも今日またおしゃべりしてて、こんなになっちゃった。ああ、微妙ですね、これね。あちゃちゃち。中。あちゃち。じゃん。すごいボリューミー。大丈夫です。食べれるぐらいにちょうどいい感じになってます。よいしょ。それではいただきます。すっごいボリューミー。
野菜たっぷりですよ。わあ、味は最高。見た目悪いですけど、味は最高。アルビパーク出発しました。それから小太郎茶屋というところに向かおうと思います。小太郎茶屋、小太郎茶屋で雨の日はやらないんですよ。きついね。こんなとこ？マジか。こんなとこか。まもなく目的地周辺です。車来ませんように。入り口？無事か。小太郎ガブチ。おーほほほ、これやばいやつじゃない。舗装されてないし、すごいね。わ、車来ちゃったよ。ありがてー、ありがてー、ありがてえ、すいません、ありがてえ、ありがたいわ、ほんと。これここに止めたらいいか。困ったね。雰囲気抜群だね。あら、あ、大丈夫、はい、はい、はい、あら、あかり。よいしょ。もうじゃ引っ張らないんだよ。よいしょ。Thank you.